おかえり、こたつ入って、あったかいよ。ただいま、うー、外寒かった。ちょっと、足伸ばさないでよ。いきなり変なとこ触るから、変な声出ちゃったじゃん。あ、そんなつもりなかったんだけど、ごめんごめん。もうお母さんいるんだから、変なことしないで。いいじゃん、寝てるみたいだし。それでもダメ。はいはい、もうしませんよ。なんて言ったけど、こういうスリルあるの嫌いじゃないんだよね。ちょっといたずらしちゃおっかな。足を伸ばして。どうしたの？すごい気持ちよくて。なんだ、嫌いじゃないんじゃん。こんな気持ちいいのに、嫌いなわけないでしょ。だったらもっと激しくしちゃおっかな。やりすぎちゃった？痛いくらいが気持ちいいの。もっと力強くグリグリしてもいいかな。あ、そうなんだ。こんな感じ。こんな感じって？だからこれぐらい力強くグリグリする方がいいんでしょ？は？何言ってんの？私、足つぼマッサージしてんだけど。は？いいでしょ？つぼをこれで痛いくらいグリグリすると気持ちいいんだよ。あ、もう一つあるから貸そっか。なんの冗談だよ。だって今俺が足で。おはよう。こたつで寝たら風邪ひくよ。てか、顔真っ赤ちゃん大丈夫？大丈夫。嘘だー。嫁じゃなくてお母さんにいたずらしてただと。ああ、どうしよう。見てる。潤んだ瞳で俺を見てる。へえ、足つぼマッサージしてるんだ。うん、やってみる？ありがとう。私も痛いくらいグリグリされるの好きかも。足ね。足魚でしょ。間違えちゃった。そうだ、コーラ買ってくるの忘れてた。ちょっとまたコンビニ行ってくる。こんな寒いのにコーラ。お気をつけてね。早くグリグリしてくれないと、うっかり口滑っちゃいそうなのに。自分で自分の足にするんだよ。何、あの口滑っちゃいそうって。それがね、ついさっき。ああ、そうだよね、寒いよね。やっぱやめとこっと。グリグリしないと嫁に言うつもりだ。しょうがない、お母さんをグリグリするしかない。変なの。もうちょっとやろうっと。こうか。あ、いいかも。もっと激しくしてくれてもいいんだけど。それで、自分のさじ加減じゃない？そう。激しくだと。でもあまり激しくしたらそれこそ嫁にバレる可能性が。私はもういいかな。嘘だ、足伸ばして。私がグリグリしてあげるから、ほら。俺の？いや、俺はいいって。じゃあこたつに潜ってやっちゃおうっと。ダメ、絶対にダメ。ほら、これでいいでしょ。そうそう。おんぎゃ。もっと激しくがいいのにな。ここがツボか。痛いって。行っちゃおうかな。わかりましたから、痛いから。なんだよこれ。片足は嫁にツボをグリグリされ、もう片足はお母さんをグリグリって、わけがわからん。気持ちいい。私もやってあげる。嘘じゃ両足だね。やめてくださいって。誰かの足が俺の、まさかお母さん。なっちゃって、それはまずいですって。ここがいいのかな。にゃはは。気持ちいいでしょ。はい、気持ちいいです。やだ、もうこんな時間。夕飯の準備しないと。一緒に作ろう。ダメですって、そんなにされたら俺も。で、あれ、なんで二人ともいないの。いや、待てよ、今俺をグリグリしてるのは
誰の足？